皆さん,こん、こんばんは。この「取りに足りない私」をこの時間、読んでくださり、ダニエル祈祷会で神様の恵みを分かち合えることができるように祝福してくださった神様に感謝と賛美と栄光を捧げます。そして、ダニエル祈祷会のために、ね、多くの方が祈りながら、 準備して来られたと思います。そのような皆様に感謝申し上げます。私はアメリカカリフォルニア。のあのロサンゼルスの付近にあるノールワークというところに住んでいます。この時間。3番目に最高の決断というタイトルを通じては組を分かち合いたいと思います。で、1つ目と2つ目の。 いい決断は何か気になりませんか最後まで聞くと答えが出てきますので注目してください私は、えー、用紙なんですけども英語の方がもっと楽なんですだから韓国語を話す時はうまく話せない瞬間もあると思います皆さんのご理解をお願いいたします変なことを言ったら、えー、理解してください 私はアメリカのフルトにある恵み韓国人教会ここで使えています。また韓国人として私の名前スティーブ・モリソンなんですけどなぜあの人があんな名前を持ってるのか不思議だと思う方もおられると思います。私は14歳で国際養子縁組でアメリカへ行きました。 私の証しを始める前に皆さんと一緒に私の家庭とミニストリーについて紹介するチャットを見たいと思います。私には家族がいます、妻と私が笑っている理由があります。私の妻はそこに今います。立ち上がってください。 娘ヘレン、ベンジャミン、ジョセフ。3人とも26歳です。双子ではありません。ベンジャミンとお一人は14歳の時に養子にしました。で、12年になりました。ジョセフも3歳の時に養子にして23年経ちました。ケイガは別の娘で、ジェインは。 いきなり生まれてたでウッスベイビーというあだ名を持っています。私の仕事は職業は年前にリタイアしましたけどえアメリカ宇宙航空研究所に勤めていましたそこで GPS が生まれましたそこで g p s ん人工衛星プロジェクトチームで首席研究員として働きましたそして教会はめぐみ韓国人教会です。 で私のミニストリーは韓国養子縁組広報会を設立しホールト児童福祉会の理事としても働いています次うちの家族です低出産少子化とは逆の家族です5人の子どもがいます幸せな大家族です交通整理がちょっと難しいです子どもが小さい頃は 母の声がとても高くなったりしました。次は私の両親です。父と母の話をすると、とても胸が温かくなり、感動します。私がとても愛しまた尊敬する両親です。父は2006年に亡くなりました。母は2年前に96歳の年で亡くなりました。 この写真は50周年結婚記念日の日に撮った写真です。次は私の家族です。左は母が90歳の誕生日にコロラドに行ったときにお祝いのために家族が集まった時の写真です。私たちの家族と義理の両親まで招待しました。 とても楽しししい時間を過ごしました右側は私の上の姉2人がいて私の隣には韓国で私より2年早く養子縁組でアメリカに来た白人のように見えるジェームスがいて同じ孤児人で育ちましたで私の弟のマークがいます2人とも私より年取ったに見えませんか こんな話をしたことは秘密です。弟たちは本当にいい弟たちです。次の写真です。20年あの会社でアメリカの宇宙航空研究所で人工衛星を作るチームでやりがいを感じながらネビゲーションサービスを 作るというのがとてもやりがいない仕事でありました SBS 放送局でドキュメンタリーを作った時の写真です次です、えー、ミニストリーを紹介したいと思います韓国養子縁組広報会 m p a クと呼びます99年度に 設立しました設立はアメリカでですけど韓国にも根を下ろしています韓国国内の養子縁組活性化のための運動をしてきましたまたアメリカの韓国人のための養子縁組を奨励しています韓国にある養子縁組に対する否定的な認識を美しい養子縁組文化に作るための運動をしており多くの子どもが数 手が必要なのでそういう子どもたちの力になっています保育施設の子どもたちに教育メンターや課外勉強をするミニストリーもしていますこれは今年から始めてますこれは本当に言葉で表現し難い訪問でした2022年5月観音堂向こう駅の 橋のところを訪問しました。矢印があるところが私はその橋の下で生活してたんです。5歳の時今のような橋に壁がありませんでしたコンクリートの壁だったんです。1年後2人の娘と一緒に同じ場所を訪問しました。 そこを見た時娘たちは感動してこういう風に涙を流した場面であります言葉では表現し難いとても意味のある訪問でしたこれについては後よとまた申し上げたいと思います次です私が本当に愛したまた尊敬したホルトおじいさんとおばあさんですそして彼らが一山の福祉タウンに お墓があります、えー、とおじいさんの写真はもう一度紹介したいと思います。後ほど養子縁組で養子になる前の記憶としては、カウンド向こうで生活していた記憶が一番私が覚えている最初の記憶です。朝起きたら、 いろんな船が海の上に浮かんでいる姿はとても綺麗な風景でした。そして私は丘に登ってツツジを見て食べた記憶があります。秋は火の下にイカが吊るされていた光景を見ることができました。最近そこに行ったらもうそういう光景はなくなりました。 カ観音堂の自然の姿はとても美しいイメージとして残っています。でもその自然とは裏腹に私たちの方は逆の姿をしていました。うちには父と母、私と弟が1人いました。その時5つだ くらいだったと思います多分弟は3歳半または4歳頃だったと思います。私が覚えている母の姿は天使のような姿でした。美しくて優しい姿で残っています。いつも歌えてくださり、応んでくださったそんな愛の姿でした。一方、父への記憶はいつも酔っ払って。 赤い顔で家に戻ってきて母を殴り虐待し私と弟まで虐待するとても怖い父として残っていますある日家に帰ってきた父は酔っ払った状態で私と弟が見る前で母をひどく殴りました私は母が声も出すことができずそのまま叩かれている その姿が忘れられらませんその様子を見ていた私と弟は本当に怖かったです。母は耐えられず父が目を離した瞬間家から飛び出そうとしましたけど捕まってさらに叩かれました。それが続いていた母は もう一度チャンスままって家を飛び出しました父が追いかけていきましたけども結局捕まえることはできませんでした。私と弟は緊張したあまり私たちも殴られるのではないかと心配しましたが父はもっと飲んで眠ってしまいました。その夜母はもう二度と 出したところには帰ってきませんでしたしかし私は小さかったですけど母の立場を十分理解できましたそして私は母への誤解や恨む気持ちは全くありませんでしたただ父への憎しみと恨みでいっぱいでしたそれから数年続きましたその後父は 何をしたのか警察に捕まって韓国に出れられたという話を聞きましたそして警察署に行きましたけど会うことはできませんでしたそのまま家に帰ってきました家に帰ったというよりは父が作った穴蔵に帰ったという方が正しいと思います大人はまっすぐ立つこともできないや屋根に 藁と土のレンガで作ったテントのような穴蔵でしたそこで私と弟は親もなく数ヶ月間一緒に生活しました道をさまよいながら捨てたものを拾ったりゴミとして捨てられたものを探して食べたりまた道に落ちているコインを拾ってパンとかを食べました買って食べました まさにホームレスチャイドルでした。5歳の年で3歳半の弟のまで世話を見なければなりませんでした。毎日どこで食べ物を手に入れるかが一番大きな宿題でした。でも毎日何かしら食べることができたしまた優しい方たちが同情で。 食べ物を分けてくれたたりしましま特にカゴンドブコイキの橋の下で茹でたカニを売っているおばさんがいました。彼女は私たちがそこを通るたびに貧しい私たちを見て同情心で私たちにそのカニを分けてくれました。そのせいか私はカニが大好物です。 ある日彼女が私の弟に新しい服を買ってきてくれて疑問を感じました。本人が弟を連れていきたいと言ったんです。で私が聞いたんです。ななぜ私は連れて行かかいんですかあなたは足が不自由なので連れていくことができないと答えてくれました。 私はその瞬間がっかりしましたけど一方弟が温かいところでお腹いっぱいに食べながら生活できるということが嬉しかったです私が離れる弟を見ながら彼を見守るべきだったという考えすら できませんでしたがそれは後になってとても後悔することとなりました弟と別れて私はある紳士の方を通じて関温度の南岸えよく予言という個人に入ることになりましたその数ヶ月後はホルト個人に移りましたホルトインスタの福祉タウンで8年間過ごしましたその時に印象深くあった方が ハリーホルトおじさんでした多分この中でも年がある人たちは誰かを知っていると思います彼は家族と一緒にアメリカのオレゴン州でお金持ちとして生活していました韓国戦争の後数多くの孤児の都合を聞き財産を売って韓国に出てきて孤児院を建て養子縁組を通じて家庭を与えてくれる重要な役割をされた方です 私が子供の頃にあったやはりホルトおじいさんの姿を忘れることができません。私、大きくなるにつれて彼の人生を何回も考えることになりました。彼が神様の人だということを感じています。で、数多くの孤児のために苦労し、命が尽きるまで犠牲された姿が忘れられません。私が大人になって知ったことは、 彼ののの人人生生がまさに真のクリスチャンの人生だったとということです韓国戦争が終わってから彼は8人の孤児を養子にするために韓国に来る時東京のあるホテルで眠りにつけず悩んだと言われています良い糸で始めた彼の心にいきなり恐れる気持ちが生じたそうです 一体今私が何をしようとしてるんだろういきなりそんな考えが胸をよぎったそうです。既に6人の子どもがいて立派に育てたのに、そして私は農夫であって高卒なのに、なんで私がこういうことをしようとするんだろうそう思い、いきなり。えー 恐れれる気持ちになったそそそううでですすして一晩中眠れず悩んだそうです信仰の人だったおじいさんはベッドから起き上がって祈りを通じて神様の見旨を求めました「神様私が明日は8人の韓国の孤児を養子にするために韓国に行きます」なのになぜ私の気持ちがこんな状態なんでしょうか 神様が喜ばれることですかこれは。今とても不安です。もし神様が喜ばれることなら私にはっきりした答えを与えてください。という祈りをしてまた眠りにつこうとしたんですけどなかなか眠れなかったそうです。悩みに苦しんでたおじいさんはもし聖書の御言葉を通じて神様の御胸を知ることができるかなと思って暗いホテルの部屋で聖書を掴んで 明かりをつけたら不思議にもその親指が刺していたところがイチャヤ書ョ43章の5節だったそうです。うじいさんはその聖書の御言葉を読んでショックを受けました。で後で聞いたんですけどもう一度心臓麻痺を起こしそうだったそうです。 自分がやろうとすることが本当に神様が喜ばれることかということで質問をした時に祈った時5説にはこう書いてありました「恐れるな私があなたと共にいるからだ私は東からあなたの子孫をくさせ西からあなたを集める」。 おじいさんは読み続けました。7節になると私の名で呼ばれるすべてのものは私の栄光のために私がこれを操縦したこれを形作りまたこれを作った。アーメンものすごい神様の言い言葉でしたこれとおじいさんは神様の見旨を悟ることができまた励まされたそうです。 でその瞬間、ベッドの横にひざまずいて涙を流しながら神様に感謝の祈りを捧げたそうです。もちろん、イザヤ書のこの言葉は、後ほどイスラエルの民たちがどういうふうに集まることになるかという予言の内容でしたけれども、おじいさんは最も必要な時に最もはっきりした言葉で答えてくださった神様の恵みと奇跡を経験し、その後は、 たった一度も自分のミニストリーを伺っったたこととがないいおししゃいました方向が分からない時その暗いホテルの部屋で神様を求めたホルとおじいさんに神様が近寄ってくださり祈りに応えてくださった神様の恵みのおかげで数万人の孤児が家庭を読む奇跡が起こりその数多くの子どもの中の一人が私です。 でも残念なことは最近養子縁組を通じて不満が多い少数の大人の養子縁組による養子がいろんな理由で自分の人生に満足せずホルトを批判しています。ホルトの精神は変わらず1人の子どもに家庭を与えるという目的ですけれどもすべての養子を満足させることは不可能だと思います。 本当の家族の中でも不安がある子どもたちが親を批判するように、にも例外ではないいと思います私が養子になった人として申し上げますけど、ほとんどの人たちは自分の人生に満足し、アメリカとヨーロッパで静かに立派に生活しています。そして多くの子どもたちが国際養子縁組にありがたく感じています。また でも、少数の人たちが人生に不満足を感じ、声を出していて、マスコミには彼の声が養子縁組による養子全体を対表するように映っていて、国際養子縁組に対する良くない偏見がこれまで拡散されてきました。でも残念ながら、ほとんどの韓国人は国際養子縁組に対する認識が良くないです。皆さんもいかがですか 私についての権力があれば最大限子どもたちが元の家庭で育てられるように支援をしたいです。でも、また国内で養子縁組が行われるようにするべきだと思います。でも、この2つがダメなときは国際養子縁組を通じて子どもたちが家庭で生活できるようにすべきだと思います。国内であれ、海外であれ、子どもにとって一番必要なのは家庭です、親です。 ハリー・ホルト時さんは「すべての子どもは家庭を持つ権利がある」という名言を残して亡くなられました「愛を行動で」というキャッチフレーズで「一人の子どもに家庭を与えよう」とご尽力されるすべての方のために祈ってください一人の子どもが一般の家庭で生まれて社会に出ていって成功するだけ私たちも成功します またその反面、普通の人が失敗するほど私たちも同じような失敗をします。私は養子縁組に対するいろんな働きをしますけれども、養子縁組による養子たちが市民権を取得する運動にも参加しています。でも、多くの人たちは市民権を取得してなくてもアメリカで十分生活できます。通用されることはないです。 犯罪さえ犯さなければ追放されません追放された人たちはみんな犯罪記録があって韓国に追い出されたのです今韓国には約10人の養子縁組の養子たちが追放されて生活しています私が9歳の時ホルトコ人である伝道師様を通じイエス様に会うことになりました 小さかったので信仰は浅かったですけど神様が私の人生の中に存在しておられるということを信じその時からいろんな変化が起こりましたその中の一つがありますその時から私は人のものを盗むことをやめましたホルト個人で生活しながら一番会いたかったのは親よりも私の弟でしたホルト丘に座って 弟を考えるとき、あまりにも会いたかったです。で、後悔もたくさんしました。弟と一緒にいるとき、欲張りでパンや食べ物をくれたら、4分の3を私が食べて、4分の1だけ弟に与えて、彼が不満を言ったら、頭を叩いたりしました。そういう悪いい悪 兄でしたそんな私がとても後で後悔の対象となりました今も弟に会いたいと思ってますでもそういうことも当時はできませんでしたで彼を守ることができなかったという在籍感も残っています 私が望んでいることはどこにいるかは知りませんけど弟が信仰を持って家庭を立派に維持しながら天国で再び会えることを待ちたいと思います。そういう望みを持っています。また後で知ったことなんですけど私の両親はすでに亡くなられたという話を聞いて胸が痛みました。 私は個人で8年間生活した後に14歳アメリカに行きました。とっくに1男2女の子供がいた私の両親は韓国で婚活児を一人私と同じ個人から養子としてもらい2年後私をまた養子として迎えました。 ついにに孤児家庭がでできたので1969年度のクリスマスが近づいてきたある晩信仰の素晴らしかった私の両親は深いその会話を通してこのようなことを分かち合いました彼らは神様の愛と祝福に感謝を感じながらこのように互いに質問をしました「今度のクリスマス私たち夫婦が神様にどんな贈り物を捧げたらいいでしょうか?」とお互いに質問をされたそうです。 そして私の両親は祈りを通して大きな決定を下します。神様に捧げるその贈り物は子供を韓国から養子縁組することでありました。すでに子供が4人もいる家庭において家庭が必要なもう1人の子供を養子縁組しようとする感動を受けたのです。その5つ目の子供が今皆さんの前に立っているこの私、スティーブ・モリソンです。ホルトはいつも 2ヶ,月2ヶ月の間にニュースレターを雑誌をさまざまなその 講演の方々や養子の家族たちに送りますけれどもそこには家庭が必要な子どもたちという欄に数十人の孤児の写真や情報が載せてありますその中に私の写真もありました私の両親は養子縁組しようと決心はしましたけれどもそのニュースレターを見ながらどの子を選べばいいのかと葛藤しましたそして意見も違ったそうです しかし父は私の写真を見て他の子どもの写真は全く目に入ってこなかったそうです私の写真が目に焼き付いたということですで 私の父がこの子はどうだと母に言ったところ母は私の情報を読んですでに13歳であった私のことがあまり気に入らずに父にこのように言いました「ダメですよこの子はもう年を取り過ぎですこの子はどうですか9歳ですよ」と言ったそうですしかし私の父は私の写真を指さしながら「この子だ」と言ったということです母は他の子見ながら「この子はどう ?10 歳よ」と しかし私の父はまた指さしながらこの子だ、もう私は決めた。その時から母は心配しました。じゃあこの子は11歳ですよと、どん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 少しずつ年を高くしましたけども、父は私の写真をずっと見ながら心変わりすることなく、この子が私たちの息子だと言ったそうです。 することができなかったので母はあの心配する思いで2年前同じ個人から養子園組みしたジェームスにこのように聞いたそうですもうお父さんはこの子ばっかりと言うんだけれどもあなたはどう思うその時私の弟ジェームスはこのように英語で答えました get him get him 彼を連れてきてとこのような内容ですけれども意味ですけれども 感謝なことに私は同じ個人で生活したジェームズが私のことを覚えてってくれたおかげで養子としていくことができました母はもうしょうがないので諦めました私がアメリカに到着した時14歳でありました もう驚くべきことは、父はいつも母にそのように全てのことをあの譲る紳士的な夫であったんですけれども、その晩は私のことを養子縁組することを全く譲らなかったそうです。私は信じます。その晩、神様が父の心にこの子があなたの息子だというその確信感を植え付けてくれたと信じます。海を隔てて。そのある父親から私はその晩。 選ばれることとなります彼らには私を息子とするそれ自体が神様に捧げる贈り物となりました本当に感謝なことはその贈り物である私が今日皆様の前で神様の恵みを分かち合いながら栄光を捧げることができることを本当に感謝せずにはいられません本当に感謝します 私の両親は今日の私を思い浮かべながらこのような子になるだろうと夢見ることはできなかったと思います。特に父は私にそのようなことを何度も言ってくれました。あなたがこのように立派に成長すると思わなかった。それはもし養子縁組した私がその家庭で何か問題を起こしたり何か。 トラブルザタを起こすのではないかと計算することなく単純に純粋な心で一人の孤児に家庭を与え親となるその愛を私に与えてくださいましたそうした時に結局彼らは神様に贈るものを捧げることにつながったのですもう,もうすぐ秋が過ぎクリ,がクリスマスがやってきますけれども私は皆様にお聞きしたいです皆様は今度のクリスマスの時に 神様にどんな贈り物をあの捧げたいと思われますか？皆さんがお持ちのその才能やタラントや、また賜物を持って神様に最高の贈り物を捧げるクリスマスとなることを願います。 皆さんも私の親のように養子を迎えたりして神様に贈り物を捧げてくださいと言っているわけではありません安心してくださいその養子縁組はすべき人がいてしてはならない人がいますまたこのような養子縁組をすることも神様から与えられる賜物だと思います。 私はアメリカに1970年5月28日に初めて入国をしましたサンフランシスコの空港に到着した時その空港の中で私は着ていた服を着替えなければいけないという規則がありました私は韓国を離れる時に新しい服そして新しい靴を個人からもらってそれに着替えて本当にきれいにしてアメリカに行ったわけですけれども その空港において当時そのような法律があったみたいです私が着ていた服や靴を全部もうそこで諦めなければなりませんでした小さな荷物が届いていてモリソン家庭から送られた運動靴とジーンズそして下着に着替えることとなりましたその私の 家庭から送られてきた服に着替えることとなりましたけれども少し戸惑いましたそれはその送られてきたジーンズには穴があちこち開いていたのです 70年代のことです当時は穴の開いたジーンズはあまり流行っていたわけではありません今はあの穴の開いたジーンズが逆に高いわけですけれどもそんなわけではないのですまた運動靴もですねとても古びた運動靴で穴も開いていました私はしょうがないけれどもその穴の開いた服と靴に着替えて私が 着ていた新しい服と靴を諦め,けば諦めなければいけないことは本当に心苦しかったです。まあ、当時そのような外国から何か疾病が入ってくることを拒むため防ぐための処置だったと思いますけれども今はそんな規則はありません。で私はその サンフランシスコをきれいなサンフランシスコで私が生活するのかなとワクワクして分けたんですけれども私をお迎えに来た私の父はユタ州にあるソルトレイクシティに住んでいるということで私は飛行機に乗り換えてユタ州に行くことになります。 ソルトレイクシティに到着して駐車場に置いてある父の車に向かいましたさまざまな色さまざまな車があったかい太陽の下で輝いていましたけれども私の父は最も風呂びた車のところに近づき扉を開けては乗りなさいとおっしゃいました乗る前に見てみると車の両側には錆びついていましたそのソルトレイクシティは雪がたくさん降るところであの 除雪のために塩をたくさん振る潮を降っているわけですけれどもそのせいで車が錆びついていましたで車に乗ってみて中を見ると中のいろんなその車のシートや屋根に破れたところを見かけました70年代であったんですけれども56年度に生産されたシェビという車を 父は乗っていましたアメリカに行くと全てのことがもう新品になると思っていたわけですけれどもサンフランシスコの空港で私が着ることになった穴の開いたジーンズ穴の開いた靴そしてソルトレイクシティの空港でとても古びた車に乗った時私はアメリカに来たことが良かったのかどうかと疑うような気持ちでいっぱいでした。 私の父は政府機関で研究される生物学者であったので全く貧しい方ではなかったのです後に分かったことですけれども父がお金がなくてそのような生活をしたわけではなくとても質素で倹約家であることを気づきましたこれが私が初めて気づいた見ることになった父の人格です 車に乗って家に到着すると家族全員出てきて私を歓迎してくれました。ルと個人を離れて2年ぶりに出会ったその弟は私とは全く血のつながりのない子どもでありますけれどもジェームズも私を温かく出迎えてくれました。母親は私を連れて台所を通り私の部屋に連れて行ってくれました。台所を通るときにその台所の食卓に何かを。 不思議なものを見かけましたけれどもそれをじっと見ていると母親は私に自分が手作りしたキムチだと答えてくれましたしかしそのキムチはちょっと風変わりしていました赤い色もなく白い色のキャベツが入っている姿を見て私はこれはキムチじゃないと思いました白人であった母は 何ヶ月か前にサンフランシスコに訪問した時そこで生まれて初めて韓国レストランに入って韓国の料理を初めて食べたそこでキムチを食べたそうですで私が韓国から来たからその自分が食べたキムチを再現したわけです私は作れてたので人眠りしておきました母は私を食卓に連れてきてそのチャーハンとキムチを食べてみなさいと。 言ってくれましたチャーハンは私たちがよく食べる中華料理で食べるおいしいチャーハンではなくてスパニッシュライスといって少しあ,のあまり食べたことのないような味のチャーハンでありました。本当に正直言うと美味しくなかったですそしてキムチの入っている瓶のふたを開けた時にね開けた時に何か少し変な匂い。 想像を絶するようなあのお酢の匂いがするそのキムチがそこに登場しました後に分かったわけですけれどもその匂いの正体は皆さんサラダのところに置いてあるサイダービネガーお酢のようなものですねサイダービネガというお酢を私の母はキムチに入れていたので初めてキムチを食べて 再現して作ったそのキムチの味はどのようなものだったと思われますか 白菜を使わなければならないんですけれどもキャベツを使いましたまたあの塩漬けにしなければいけないことも知らないでそのままでニンニクを入れるべきなのにそこには玉ねぎがたくさん入っていましたまた韓国のキムチは酸っぱかったということを覚えながらその咲いたビネガーをお酢をたくさん振りかけておいたのですまたキムチ辛か,かったという記憶があったのであの唐辛子を入れなければいけないのに胡椒をたくさん振りかけて作ったキムチでした 一体どんな味だったのでしょう皆さんにこのようなレシピ作り方を教えましたので皆さんも一度家に帰って作ってみてて作みください私の母このような出来事からどんな性格を持ってったのか皆さん分かると思いますとてもチャレンジできる冒険家のような開拓精神を持っている母でありました。 これはまるでですね皆さんがスパゲッティを初めて食べて家でそれを作ってみようと考えることと同じだと思いますパスタの代わりにあのそうめんを入れたりトマトソースの代わりにコチュジャンを入れて作ったのと同じような状況ですとにかくこのようにアメリカで初めて私が過ごすこととなった第1日目は穴の開いた靴 服、そして古びた車に乗った経験そして味のおかしかったキムチを食べる経験で一日は締めくくられます決して忘れることができませんでしたしかしこのような新たな家庭で育つ中でイエス・キリストの愛を体で心で霊的で体験して暮らすこととなります私の人生にものすごい変化が起き始めました私の人生は本当に満足で幸せなものでありました 私が家でも教会でも学校でも友達と遊ぶ時もどこにいてももう英語ばっかり話す人たちがいたので私は3ヶ月で英語を話すことができるように早く英語が上達しました。 私が頭が良くてそのようにできたわけではなく皆さんもそのような立場だったなら3ヶ月でも上達できたと思いますユタ州はモルモン教で有名なところでありますけれども私たちの家族は南部バプテスト派教会に通っていたので あのしかしモルモン教の隣人とは平和的なそのような交わりを持っていましたモリソン家庭の温かい愛によって私は韓国ではやりたくなかった勉強も一生懸命するようになり夢も持ち始めました韓国で私が一番苦手な科目は数学だったわけですけれどもその当時もう韓国では数学全くもうやりたくなくて基礎がなかったのであの全くできませんでしたししかし そのような英語でアメリカで勉強する時に、方程式や公式を学ぶ時に本当に理解できたのです。今でもどうして私がそのように勉強できたのか理解できません。それは多分、あの親から愛されたことを。また家庭から来る安定感によって。 何か私がそのような勉強できる子に変わったのかも分かりません。その時から私は数学が一番得意な科目となりました。一人の子どもに家庭ができた時このような大きな変化があるんだなということを私はその時気づきました。このことをもう一度皆さんに強調したいと思います。1人の子供に家庭が生じる時変化を 与えるここここととととがこのののに素晴らしいことだといいだうことをその時初めて気づいたのです私もアメリカに行く時にいくつか物をカバンに入れておきました中学2年生の時に書いてた日記そしてあるお姉さんから渡された聖書そしてゴムの靴そしてユンノリといって韓国の,その日本のすごろくのようなゲームそして あの友達と遊んでた花札を持って行きました私花札がとても中学2年であったけれども上手でした毎晩私はアメリカで聖書を一生読んでまた日記を書いて眠りにつきましたその5人兄弟がいたわけですけれどもその楽しい思い出があります私たち5人はリビングに座ってたくさんボードゲームをしました その中でも私が最も記憶に残るゲームの一つは「モノポリー」というゲームです。これは韓国にも日本にも多分ありますね。あのボードゲームの一種ですけれども「モノポリー」というゲームで4人の兄弟の不動産を私が全部自分のものにした思い出があります。またさまざまなボードゲームをする中である日私はあのこのようなことを思いつきます。あこの子たちに花蓋を教えてあげよう で私は姉2人または弟2人を呼び寄せてリビングに丸くなって座りこれは韓国の花蓋だと言って韓国から持ってきたカードゲームだと言って花蓋を教えました絵を見てあの説明してあげたのですカードを見せながらこれは1番だよこれは2番そして12番までそのように教えてあげて またこの青色の探索が書いてあるのは青炭だこれは30点この赤炭はこれも30点またこの漢字で光と書いてあるのは20点これは気をつけてねこれはカスだよと彼らに教えました2時間ぐらいそのルールを教えてあげると私の兄弟たちほんとにあのよくその学び私たちはそれからもう花札をたくさん楽しむこととなります 私は学校から帰ってきてあの夕飯の後は主に勉強していました私の部屋で勉強していると2番目の姉が来てノックしますスティーブ一緒に鼻ふたしないと私は本を閉じてリビングに行ってまた兄弟と共に鼻ふたをした思い出がありますリビングに座って鼻ふたを楽しむ姿を私は見ながら 私はまたこのように思いついたわけですけれどもダイロンポンこれは韓国の何かそのようなゲームですけれども鼻ふたで何かするゲームを教えてあげようかなと思いましたけどもそれはやめておきました皆さん想像してみてください白人4人とその東洋人の1人が丸くなって座って鼻ふたをしている姿 ここれを皆さんご覧になったことがありますか特に私の父は私にとって大きな模範ロールモデルとなりました理論的に教えてくださるよりは行動を持って全てのことを見せてくださいました私が学んだ父に対する全ての理想は理想系は父から学びましたまずは教会を通して信仰生活をし神様に喜ばれる人生は御言葉の メッセージではなく、行動のメッセージだと私たちに見せてくださいました。私たち子供の前で母をとても愛する姿を毎日見せてくださいました。また、5人の子供を同じくあの。 愛ししてくれました朝職場に出勤する前には母をぎゅっとハグしてキスをしてくれたのです今日頑張ってねとそして会社から帰ってくると母をまず一番にぎゅっとハグしてまたキスをして「今日一日どうだった?」と聞くような本当に私の父は優しくて愛に満ちた天使のような方でした。 私の元の家庭は本当に暴力的で全くこの父とは違っていたわけです。私は養子縁組で養子となったものであるけれども全く差別されることがありませんでした。私の学校の友達が家に遊びに来るとこのように私に囁やきます。もうあなたが一番愛されてるみたいよと言ってくれるほど私によくしてくれました。 私が見た父の誠実な人生私に新たな世界を見せてくる人生でしたすごく正直で全く他人を無視したり利用したり税金を滞納したりすることもありませんでした本当に良心的な方でしたそして謙遜で質素な方でした特に父は私たち子どもの前で母に優しく接する姿を見てそれは最初は不自然で気持ちなかったわけですけれどもあの 歳月が流れるにつれてそれは胸に染み渡り私にはその父親の理想を正すことのできる大きなロールモデルとなりました私はその時15歳であったわけですけれども大きな夢を持ち始めました私も将来大きくなったら父のような人になろうそして母のような美しい妻と結婚して子どもを産んで養子縁組もしようとその時決心をしました。 でその夢は既にもうずっと前に成し遂げることができました神様の恵みです私は大学卒業の後新しい職場に入社しなければならなかったわけですけれどもわざと1か月をその延長させましたその理由は父が心臓麻痺の手術で回復が必要であったので お世話をしようと思ったわけだからですそれで私は1ヶ月遅れ会社に入社することとなりますそのような1ヶ月の間において私は父とさまざまな話をすることができました他の兄弟は結婚したり学校に行ってたりいろんなあの職業を持っていたのでそこには私と私の父母3人だけがいました1ヶ月の間本当にあの すごく大切な時間を持つことができましたすごく楽しい会話もたくさんしました。例えば父が母をどう口説いたのかとそういう経験を話してくれた時に本当に2人は楽しげにそのお話をしてくれました。皆さん私もその父親から学んだそのプロポーズの方法で私もその 私の妻にプロポーズして結婚に成功することができましたその方法は時間が今ないのであのお教えできませんけれども私は父の回復のために介助をしながら村を街を回りながらたくさんの会話をしましたソファーでテレビを共に見ながらもたくさんの話をしました ある日父は私にこう言ったのです。スティーブ、私たちはあなたを助けるために養子にしたわけだけれども、あなたに両親がなくて家庭がなかったので助けてあげようと思って養子縁組したわけだけれども、このようにずっと長い歳月一緒に住んでみたら、逆に私たちがあなたを通してもっと多くの祝福を受けていると、このような温かい言葉をかけてくれました。私はそのような 言葉を聞いた時にすごく感動しましたまたそれからしばらくして私を再び呼んで私はその時ロサンゼルスに行って働く前ですけれども私が一生忘れることのできない言葉をしてくださったのです私先ほどあの私の証の題目ですね3番目の最後の決断ここにその答えがあります私を呼んでこう言ってくれましたスティーブ 私はこの長い人生を生きていく中本当に重要ないくつかの決定を下したことがあるその中で一番素晴らしい決定は「神様に出会ったこと」「アーメン」ですね。2番目は私の母とあなたの母と結婚したことそして3番目の最高の決断は「あなたを私の息子としたことだと」とこのような素晴らしいことを言ってくださったのです。 その言葉を聞いて私は大きなショックまた感動を受けましたその父の御言葉その私の父は5人の子供を同じく愛してくれましたしかしその父親のその言葉で私を本当に愛してくれることを再び悟ることができましたまた父はその御言葉としてその言葉として父の人生の順序を私は悟り その順序は神をまず第一番目、次に自分の妻を愛すること、子どもを愛すること、私もこれを守りながら父の真似を少しずつあのしながら生きていこうと思っています。理論的に見せてくる愛ではなく、人生を通して見せてくださった父の愛で私は神様にもっと感謝する心を持つことができました。私は家庭であったかいい愛を受けながらいつも そのように算数がまた好きで自然と工学に進むこととなりますけれども宇宙に興味を持って宇宙工学に関心を持ってパデュー大学に入学することとなりますそれから卒業して人工衛星プロジェクトチームで研究開発を行うこととなりますまた私に神様は美しい妻をくださりまた子どもを3人産み また2人の子供、韓国から養子として迎えることになり、子供5人はよく成長しました。私は、主の中で幸せな家庭をなし、また教会で使いながら祝福をたくさん受けて生活しています。私は2021年3月42年間の宇宙産業を締めくくり、引退しました。引退する前、20年間 GPS3、人工衛星プロジェクトチームの その中で働いて人類に必要なナビゲーションサービスを提供することのできた一人のメンバーとして誇りを感じながら神様をくださった祝福に本当に感謝して生きています詩篇116篇12節から14節主が私によくしてくださった全てに対してと御言葉がありますけれどもこのような神様の恵みをどうお返しできるでしょうかそれは不可能です ただ私が誓うことは誓願を立てることは毎日生きる中で主に感謝しながら生きることです私たちは神様の恵みをお返しはできませんけれども神様私たちがこのような借りる借りのあるものとして生きることを願っておられるのです私は個人で成長する時にまた養子とし で幸せな人生を生きる中でも私を生んだ実の父に対する憎悪に満ちていました父によって私の家庭が砕かれたわけだからですしかし神の恵みによって出会った私の,その父と母によってその愛で私は全ての傷が癒されました それから私の実の父に対する哀れみの心を持つことができましたさらには私の実の父を許すこともできるようになりましたその許しを通して自由を手にしまた信仰的にも成熟することを経験できました私はこのような祝福の中で生きていましたけれども心のどこかではその韓国で 両親ががいなくててで成長しるる子たたちに対するその重荷があったわけです一度その祈りを通して神様の見心を求めた時に神様が私にこのような見言葉を下さいました「あなたは養子縁組を通して受けた恵みが祝福がこれだけ多いのにあなたは今韓国で家庭のない子どもたちのために何ができるのか」このような問いを私に与えてくださった時に。 私がすべきビジョンを主が教えてくださったのですそれで始めたことは神様の御心に従って韓国 その養子縁組の広報をする働きを始めました。韓国の否定的な養子縁組の文化を正し、さらに多くの児童が家庭で育つことができる環境を作る運動をし始めます。秘密で、あの内密に養子縁組するより、によりは、公開的に養子縁組することで、養子に対する事実を隠すことなく、堂々と隣人に教えて、他の家族たちも。 養子縁組できるようなことをしようと、公開的な養子縁組運動を始めました。そして、数千人の児童があの、そのようにたくさん養子縁組されるようなこととつながります。今、韓国では28カ所において、アメリカでは6カ所において、集まりが養子縁組された家庭の集まりがあります。恐怖で。 ああ人私の実の父の虐待やまじさでとても苦しかった頃また孤児の身分として人その街をさめよってひもじい思いをしていたホームレスの人生を私は今も忘れることはできませんしかし神様の恵みで入ったホルト個人またそこで出会ったハリー・ホルトおじいさんのあった,たかい愛また8年を経て個人生活を通して常に家庭にそのような温かさをあ こうしたって言った私でありますけれども、良い親に出会って、養子縁組の祝福を通して、私の傷も癒され、私の実の父も許すことができる、愛することができる父の神様の恵みがあります。9歳の時に個人で、イエス様は本当に子供の,の純粋な信仰を持って迎え入れることとなりますけれども、その信仰は私の 両親の人生と行動を通して神様のメッセージを通してもっと急激に成長していきます私は最後にこのようなお話をしたいと思います私たちが神様に感謝する心を持っていると神様は私たちにもっとそれをありがたく思ってくださいますこの御言葉もう一度宣布したいです 私によくしてくださった全てに対し私は死何と答えたらよいのでしょうこれを潜伏したいです実際この見言葉を私は両親から経験しました大学卒業後社会で働きながら幸せな生活をしました教会でもいろんな活動をしましたその中で私の父が私のために大工の授業料を払うために銀行で融資を受けたということを その後で知りましたそれを知らず勉強したんです大きなショックを受けましたそれを知ってでも一方とても感謝しましたまたすまない気持ちもありましたそんな父が私にそのことを一切言わなかったんですただこう言いました学生ですから お金の心配はしなくていい、一生懸命勉強すればいい、アルバイトもしなくてもいい、勉強に集中しなさい。私は父の犠牲を全然知らず、その言葉を信じて一生懸命勉強し、うち工学会で話の資格も受けましたで。その愛をした私は、あまりにも大きく感激し、親に何かをしてあげたいと思い、 両親に東南アジア旅行をさせてあげることにしました。で、チケット代とか宿泊代とかを全部払ってで旅行に送りました。その理由がもう一つあって、私のおばさんですね、父の妹が台湾で30年間宣教師として働いていました。おばさんが私の母に 1一回遊びに来てほしいお姉さん遊びに来てと言ったんですけど両親は財政的な余裕もなく時間の余裕もなかったので行きたかったけど一度も行けませんでしたそのチャンスを私が作ってあげたんです親は感謝しながら台湾に行って1ヶ月そこで滞在して楽しい時間を過ごしましたでその間 また他の観光地にも旅行に行かせました。バンコク、シンガポール、香港にも旅行に行き、また再び台湾に戻り、1ヶ月後アメリカに戻ってきました。旅行の後両親は本当にありがたいと何回も言ってくれました。人に会うたびに、この息子が私たちを東南アジアに旅行に行って行かせてくれたと自慢をしました。 えー、そのありがたいという話を何回も聞いたんですけどそれを聞いてこれを思い出しました私の方がもっと感謝すべきなのにこういう配慮をしたこと一1回だけでこんなにありがたく思うとはその時これが神様の心だと分かりました私たちが神様の恵みに感謝し神様にプレゼントを捧げた時神様は私たちの その行為にもっと感謝をされる方だと思います。私たちは当然感謝する心を持つべきなのに、私たちは罪から救い出し、天国の望みをくださった神様に感謝する心で、気持ちでいいことをしたからといって、それにありがたく感謝を表現してくださる神様。もうすぐ センクスギビングデイト、クリスマスですね。皆さんが神様の恵みに本当に感謝するなら、その感謝を行動に移してください。教会のためでも家族のためでもいいです。宣教師や牧師のために、貧しい人のために必要なところに保育園などにも訪ねてください。そして そういう子どもたちを訪問し、えー、面倒を見てください。また、養稚園組組織で働いている職員たちも励ましてください。その中で神様が皆さんにありがたく思われると思います。神様に感謝する行為をした時に、神様は私にたちのことを思 をありがたくく感じてくださると思いますだから感謝の生活を一生懸命続けてください。私の両親が思った気持ちのようにあなたたちもそういう感謝の気持ちを表現してください。詩篇116章12節から14節までです。 主が私によくしてくださったすべてに対し、私は主に何と答えたらよいのでしょう。私は救いの差がつきを掲げ、主の皆を呼び求めます。私は自分の誓いを主に果たします。痛みすべての目のまで。これを思いながら感謝の理由を探してみてください。私の両親がクリスマスを前にして、どんなプレゼントを神様にしようかなと悩んだように、皆さんも。 そういう悩みをして神様に感謝を捧げてみてください。すべての栄光を神様に捧げます。祈ります。愛の神様取らない私、取るに足らない私をここに立たせてくださり、恵みを分かち合いながら、感謝する私たちとなりました。神様。 主に何ができるか、恵みにどう報,うことが報えることができるか、答えがありません。でもえ、仮を持っている私たちとしてくださり、私たちの人生でより感謝すべきことを考えながら、感謝することを行動で表しながら、神様の喜ぶことに使えるみんなになるようにしてください。イエス様のみなによってお祈りいたしました。アーメン